はい、どうも、めくろのけいです。ゆきです。本日はこの冬引き続きトレンドのボアジャケットについての動画でございます。まだね、今年ボアジャケットを買っていないよ、去年まで持っていないよっていう方のためにね、今年何を選んでいるか迷っている人向けの動画になっております。今日いっぱい紹介しようと思うんですけども、うん、その中から僕たち3人で一番おすすめのボアジャケットを紹介するので、最後までぜひ見てってください。お願いします。最後まで見ないとわかんないよ。大人っぽかったね。それでは早速いってみましょう。それではまず最初に紹介するボアジャケットはこちらです。せーの、はい、こちらでーす。こちらですね、エースショップのボアジャケットでございます。お値段が7590円。こちらアイボリー、ブラック、ベージュの3色展開になっております。こちらがアイボリーで、こっちベージュですね。ブラック、ブラック。でこちらの特徴なんですけども、ここ首元がスタンドカラーになっていて、顔周りがスッキリした印象になるのがね、特徴ですね、一個。と、あとね、これ内側なんですけども、なんで編み編み？そう、これが熱をね、逃がしにくい素材になっておるので、ね、冬でもあったかいっていうのが、あったかいよね、絶対。熱い。こちらね、オーバーサイズになっていて、レトロ感が溢れる90年代のね、トレンドをね、彷彿させるようなデザインになっております。でもさ、これスタンドカラーだけど、パーカーとかも合わせることもできるよね。そうね、なんかごわつかないよね、首元がね、うん、そう、なんか俺個人的にこう首元のスタンドカラーの部分また違う素材になってるんだけど、うん、ここの部分もまたね、好きかな。全部ボアよりもね、ちょっとメリハリついた感じの方が可愛いよね。ね、それでは次に紹介するボアジャケットはこちらです。せーの、はい、こちらです。こちらもですね、エースショップのボアジャケットになっていて、違う方ですね、先ほどと。でこちらが発売予定日が11月6日になっております。でサイズが、先ほどのはね、あの SML ってあるんですけど、こちらサイズフリーになっていまして、他のブランドさんでいうと L サイズの感覚で着れるやつですね。腕とか太いもんね、結構。そう、腕とか太いね、うん、フリーサイズだからさ、身幅は大きく取られてるけどさ、着丈はそんなに長くないから。そうね、ショート丈もね、結構流行ってるからね。これさ、ボアなのに袖リブあるの珍しくない？ね、思った。俺は K のやつとかやってるんだけど、ちょっと半分に折りたいんだ。こっちの方が可愛いよね。別にね、こうやって普通にね、着るのももちろんいいんだけど、これぐらいの長さが好きだから半分に折っちゃうかな、俺はね。あなたはね。そう、俺はこういうテクニックもあるよっていう。あとね、そう、首元がね、こうやってね、寝かして着れるのもあるし、こっちだとちょっとコーチジャケットっぽいね、見方ができるし、首元までジップがね、あるから、首元スッキリしてる服とかなんかは、こうやって立てて着てもね、可愛いんじゃないかなって。雰囲気出るよね、締めたら。続いてのボアジャケットはこちらです。せーの、はい、こちらですね、アストロノミーから発売されているボアジャケットでございます。こちら、インフルエンサーのね、コーセくん。うん。とのコラボアイテムでございます。さすがですね。さすがですよ、本当デザイン性がね。でこちらがアイボリー、ブラック、モカ、ワインレッドの4色展開になっていて、お値段が6490円になっております。これね、袖のラインとか特徴だよね、これね。そう、ワンポイントで入れてるところがね、他のブランドと差別化できるかなって思います。でこちらカラバリが4色展開なので、なんか他はだいたいね、3色展開のところが多いから、1本多めで、昴生君から聞いたんですけど、このワインレッドが特にね、昴生君自身がお気に入りだって言ってたんで、だからこのカラーをどうしても入れようって。そうそうそう、入れたかったし、これ特に色凝ったって言ってました。確かに使いやすいワインレッドだよね。そう、あんまり選ばないんだよね、僕自身、そのワインレッドの服とか。これ割とすんなり取り入れられるワインレッドの色かなって思いました。はい、続いて紹介するボアジャケットはこちらです。せーの、はい、こちらです。アドオンプレーンのボアジャケットでございます。こちらですね、ブラック、ダークブラウン、ベージュの3色展開になっていまして、お値段が、5990円。ほら、5000円台。今日紹介するボアジャケットの中で一番安いです。やっぱりマジか、一番安いです。マジか、5000円か。こちらね、コーチジャケットの形をしているボアジャケットなので、先ほどね、紹介したエースショップのやつと同じく最初から寝てるやつですね、こちらは、うん、なのでやっぱ他のボアジャケットとね、差別化できるっていうのもあるし、まずそもそもね、アドンプレーンっていうブランドのそのテーマが何気ないを聞かさるっていうテーマがありまして、モテシルエットを追求した綺麗な形にすることをこだわってるブランドなので、モテシルエットだよね。これがモテシルエットなんですか。そう、あのこれ着たらモテます。はい、続いて紹介するボアジャケットはこちらです。せーの、はい、こちらです。
ください。こちら純レッドのボアジャケットでございます。でお値段が6,930円で、カラバリが、ブラック、ベージュ、ホワイトの3色展開になっております。でこちらベージュですね、今着てるのが。めっちゃ柔らかい。今日紹介する中で一番毛の素材にこだわってるのが多分純レッドだと思います。顔うずめたいボアランキング1位今のところ一番ね気持ちいいね、うんうん、こちら襟とポケットで別素材のものを使っていて、僕お気に入りなのはここのね紫のラインがね。あーかわいいね。かわいい。紫がいいね。紫っていいよね。紫ってところがいいわそう。続いて最後に紹介するボアジャケットがこちらです。せーの、はい、こちらです。こちらクティールのボアジャケットでございます。お値段が、6,995円で、ブラック、ベージュ、モカの3色展開になっております。一番特徴的かもしれないね、あの首元のディティールがね、うん、確かにいいよね。このベルト、革のベルト、ポッケもだしね。そう、ポッケも革の素材でできていまして、かっこいいよね。これボアって結構甘いイメージになるけどさ、なんかこの革があることによってさ、かっこよさプラスされてない、うん、そうだね、男らしさが追加されるよね。本当羊を全部使って作ったんだろうね。まるまる一頭。皮まで行った。皮まで、そう。皮までいっちゃった。はい、ここまでね、5つのブランドから出てる6つのボアジャケットを紹介しましたが、皆さんどれが好きでしょうかね。メンクロが最も今季推しているボアジャケット言っちゃいますか。言っちゃいましょう。よし。発表します。せーの。はい。いや、一つには決めれんかったわ。決めれるわけないわ。決めなかったね。結構話し合ったよ。うん。二つ選んだ理由として結構ね、対照的な二つをね、ボアちゃん選びました。まだ持ってない人、ボアジャケット持ってなくて、形とか、あとはそのボアの素材とかにこだわりたいっていう人におすすめなのが、純レッドのボアジャケットなのかなと思いました。やっぱ柔らかいしね。そうそうそう。裏地もしっかりしてるし、絶対、あったかいと思う。うん。もともともう持ってて、でちょっと人と被りたくないとか、もうちょっと個性的なやつが欲しいなって思う人はクティールのバッジャケットを僕たちはおすすめします。ないもんね、他にね、うん、この首元のベルトの部分とかね、多分去年で慣れてるから。だからこういう新しいデザインのものに挑戦するのがやっぱね、楽しみ方だよね。個人的には俺これめっちゃ好きなんだよね。かっけえ。まず K がこっちがもう本当いいって言っててね、新薬はそれがいいって最初から言ってたもんね。そう、こういうなんかちょっと男らしいデザインのやつだったら合うかなと思ってる、うん、本当は一つに絞るつもりだったんだけど、そうダメだった。殴り合いに発展しました。痛かったな。多いな、こうやって見ると。というわけで本日はこんなにボアジャケットをたくさん紹介しましたが、いかがだったでしょう。こんだけあった中からね、僕たちのおすすめのやつを2つ選んだんでね、ぜひチェックしてみてほしいです。全て概要欄の方に貼ってあるので、ぜひ ZOZO タウンなどで購入してみてください。というわけでこのチャンネルでは、おしゃれってどうしたらいいかわからない、これからおしゃれになりたいという方々のためにトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。お願いします。僕たちの各種 SNS 概要欄の方に貼ってあるので、そちらの方フォローお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャいってらっしゃい。